お酒用意しました？お酒用意します。謹賀新年？謹賀新年。お酒用意しました。お酒とニンニクを用意しました。何買ってきました？辛味噌ニンニク。辛味噌ニンニク。いや、違う、お酒です、お酒。梅酒。梅酒か。よいしょ。いやー、疲れましたね、今日も。お疲れ様です。ましたよ。これ野菜スティックと、野菜スティックとウイスキーです。わかりました。野菜スティック。合わなそうだね、ウイスキーに。全然合わなそうですね。全然合わなそうだね。恐ろしく合わないと思う。よし。はい。ごめんごめん。遠い？ちょっと。はい。いや、今ね、君の声マイクで拾ってるからさ。なるほど。じゃあ、マイク前にからマイクさ、に。捨て mic入れたらなんかすげえラジオみたいな音質だって言われたから。だから今日はマイクで拾ってます。だからちょっと音質が変です。まあでもラジオっぽい感じよりはいいかなという、そういう判断です。夜夏いと、あっデた。コ盛りです。はい。放送始まったよ。どうかな。放送、ほ、放送、放送始まったよ。やっと帰ってきたから、今日まで1ツイートしかしてないんですよね。2ツイートか。お前の、LINE と Twitter 見れなくなった時の取り乱しようが本当にやばかった。もうだって LINE と気が狂っ Twitter。て、気が狂って暴言を吐きまくる、まふまふ。暴言なんて入ってないです。ちょっとやめてください、それ。気が狂って暴言を吐きまくる。暴言なんて入ってないです詳よ、しい暴言。内容に関しては割愛させて、させていただきますが。暴言は入ってないです。ね、ダークサイドに完全に落ちてた。暴言は入ってないけど、携帯が壊れるんじゃないかっていう。俺はお前の暴言一字一句覚えてるよ。全部言ってやろうか。やめてください。暴言は入ってないけど、はい。やめてほしい。というわけで、今日はリハーサルお疲れ様でした。乾杯。乾杯。今何とぶつけました？マイク。疲れてるのにウイスキーなんて飲んだらもう、吐くかもしんない。すでに苦しやめる、無理して飲まなくていいよ。い。いや、飲むと言ったので飲まなければ。少しずつ飲みなさい、少しずつ。ウイスキーごくごく飲んでしまった。なんで、なんでやめろって言ったそばから飲むんだよ。 飲む放送ですから、だって。まあそうだあれね。だよ、あれですよ、TMC のお話をしなければ。ちゃんと。はい、ちょっと鼻炎のスプレー、今日2度目の鼻炎のスプレーを使いました。TMC。昨日、今日は TMC のリハーサルだったんだよね。そうです。なんリハーか、サルでした。でもちょっとスタジオが俺苦手なスタジオで、スタジオに入るとすごく気持ち悪くなる。てか、二人してなんかスタジオに入って具合悪くなるっていう、何か絶対にいるんじゃないかという、そういうスタジオで頑張ってみんなで リそハーこサめっルを。ちゃいいところですけどね。めっそう、ちゃめっいいちスゃタいいジオ。スタジオなのは間違いない。基本芸能人、有名な芸能人の人が使ってて。行くと大体誰かしらいらっしゃそう、る。大体テレビで見たことあるような人がリハーサルしてるっていう。それこそなんかこう、日本指折りのアーティストみたいな。ね。今回もね、ちょっと本人に迷惑かかりそうだから名前は出さないでおくけど、俺は結構それでヒヤヒヤしちゃったよ。そうですね、ヒヤヒヤしてたでなんしょ。か、ヒヤヒヤしてた。すげえ、すげえ。俺高校生の頃とかすごい好きで聞いてたからさ。あてか基本日本人なら好きでしょ、あの人。大体あ。まあ確かに、なんかもそんなレベルう、だよね。日本ポップス界の、なんて言うんだろポップスかな、ロックじゃない。う。ポップスロック界の、なんていうの、代表みたいな。一番すごい人みたいな。今そうですよ、多分、本当に。今じゃないよ、もう20年前ぐらいからじゃない。そうですね。マーク君、音質どうした？音質どうしたんですか？音質変なんですか、いや、ス僕。カイプだからこんなもんだと思うよ。そっか。うん。
カイプか。ハイド、ハイドレベルだよね。まあそうですね、ハイドレベル。ハイドレベルでヒャイヒャイしちゃって。ヒャイヒャイしてしまいましたか。はい。そう、あら、ヒャイヒャイしないでくださいねって言ったら、あら、すげえじゃん、すげえじゃん。あら、なんか、ソラルさんめっちゃ音綺麗なのに、まあそこら辺はね、スカイプだから、仕方ない。すいません。音が汚いです。本当はうちに来るかもって話だったんだけど、俺が部屋を掃除してなくて嫌だって言ったってまあ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 、そういう感じで、というわけで TMC 直前お酒飲む放送ということで、 TMC の告知をすることで俺とマフマフが焼肉をおごってもらえる、そんな放送になっております。本当に焼肉をおごってもらえるんですか。おごってもらえるんじゃない。なんかやったー。なんかね、本当かな、昨日 LINE 来てたよ。ほんとね、あれじゃないですか、駄菓子屋さんとかに言って焼肉さん太郎みたいな。かば焼きさんだろそれ。あ、そうそう、あれ焼肉屋さん太郎じゃないですか。わかんない。銀座でおごってくれるそうですよ。まあ、銀座の駄菓子屋さんで焼肉屋さん太郎をなので、TMC 今日リハーサルやってどうだった。うん、今日リハーサルはあれいろいろ言うんですか、その内容も ざっくりそのセクション分けしてることとか俺たちの話とかをしていいと思う。もう言っちゃったじゃないですか今今回ですね、内容がちょっと変わったライブになっていて。はい。で、このライブどんな風にですか今回。ボーカル陣の出演がですね、はい、シン、赤飯、ソラル、マフマフ、そしてアンダーバーという風になっております。うん、うん、あとその5人ですね。そうで、歌い手陣その5人なんですけど、はい。で、そのメンバーで何か面白いことをやりたいということを考えたときに、シンさんと赤飯さんが今2人でツーマンライブをやって全国回っているじゃ、いたじゃないですか。うん、大活躍してますね。はい。で、俺たちもこう2人でいろいろと活動していると。動画を上げたりゲームをしたり。動画を上げたりゲームをしたり。動画を上げたりゲームをしたり。でも、3万再生ですよ。ありがとうございます、中病。3万再生、3万マイリス。あ、3万マイリスです。ありがとうございます、中病激発ボーイ。そうだ、ありがとうございました、中病激発ボーイ。3万マイリス。3万マイリスってすごいよね。なかなかないよね。初めて。僕のコラボ系とか。僕の動画の中で。初めてか。すごい。初めてです。おめでとう。感謝してよね。いやー、感謝、感謝です、とても。まあ、そして何よりも重要なのが、僕が先日挙げた自称無職が1万マイリスに行っていたことですね。おめでとうございます。まあ、それはでもどうでもいい。どうでもよくない、どうでもよくはない。で、どうでもよくない、とても重要。はい。金河新年の画像すごい突っ込まれるな。じゃあ、はい。じゃあ、金河新年のとこだけ隠せばいいんじゃないですか。ダメだ、隠せないわ。枠から出せない。枠から出てくれないかな。無理だ。無理だ。野菜スティック食べます。で、で、まあ、あんちゃんはあんちゃんで、ソロで、ワンマンライブを。というか、あんちゃんは一緒にステージに上がれる人がいないというか、孤高の存在なので。で、うん、今回のライブはですね、内容が、新赤飯の親戚チーム。うん。ソラルマフマフの、ソラルマフマフチーム。ひこもりチーム。ひこもりチーム。で、アンダーバーの王様チーム。ワンマンだけど。の、うん、セクションが3つに分かれてて、3バンドでの対バン形式という形のライブになっております。なってます。あまりない感じ。昨日、今日と、もうソラレさんと、綿密な打ち合わせをして。はい。といういろんな絡みをして、いっぱい練習をして、大変でしたね、本当に。そうですね。いや、結構ね。でも、おのおの、結果、おのおの色が出て、各々色が出て
いい感じになってると思うわ。今2回同じこと言った。いや、なんかアクセントのつけ方おかしくてさ。うん。俺たちのところも、ピアノのバラードすごくいい感じだったよ、今日。うん。あの曲、まあさすがに曲まではね、あれだけど。各々のその親戚だとね、やっぱりロックな感じだったり、俺たちはちょっとこう、まあロックなのもあったりバラードもあったりで、ピアノのバラードがね入ってたりとかで、あんちゃんはいつも通りもう自分の世界で盛り上げまくったりというような感じになると思うんですけど、はい、どうだった、何俺歌っててよかった今日。やっぱりあれはやばかったです。よかった。そうです。僕とあそこ切り替わるところはやばかったです。やったぜ。うわーってなりました。うわー。うわー、もうやや帰るんや。もう帰りたい。ソロはソロもちろんあるよ。ソロの方が。お前が出にくくなるぐらいすげえいいライブしてやるわ。まあそんなあれですよ。一生懸命歌ったところで僕はこう優しく歌う曲なので、その次の曲は、うん、最近上げた中ではかなり伸びてる。でも全然お前が歌ってたのもね、すごく、あ、本当ですか。すごい、俺も個人的にはあれが一番好き。あ、本当ですか。もう最近だってあれ、もう毎日リハのてかライブ の方がいいんじゃない、音源より。何を言ってるのかっていや、あの曲に関しては、マフラーさん。というような感じになっています。なので、はい、なんか、まあ、俺たちのこと好きで、こう、見に来てくれる人も、しんくん、赤飯さん、あんちゃんを好きな人も、結構、その一人を見る時間が、普段あるような ETA とかと比べて、かなり、こう、濃厚なライブになっているので、うん、すごく楽しめる内容になっているんじゃないかなと思います。うんうん、で思います。あれだよね、ん、あ、違う、あれだよねじゃない、あ、今ちょっと言おうと思ってたことが、まあでもそのセクション分かれてるんだけど、関係ない人が出てるときいいやってなるんじゃなくて、まあみんなのねライブをこうみんなで盛り上げてくれると嬉しいなということをちょっと、うん、言いたいなということが一つと、なんでこうして放送をしているかというと、当日券があるからです。てか今からまだ多分チケットが取れます。ほう、はい、こちらの URL です。で、僕もやりたい、ツイートしたい。ホームページです、こちらがになっておりますので。キャベツ美味しい。はい、というわけで、じゃあ宣伝したので焼肉確定ということで。宣伝少な宣伝したので、一瞬です、一瞬宣伝したので、じゃああと3回ぐらい貼っとこう。あ、1 2 2月28日の豊洲ピット、はい、東京都江東区の豊洲というところの豊洲ピットというライブハウスでやらせていただきました。豊洲ピットできたばっかりのすごく綺麗な、うん、ライブハウスらしいよね。そうなんですか。わかんねえ。わかんないんだ。だってやったことないもん。やったことないもん。いつだろう。でも適当じゃ。多分去年の年末ぐらいに豊洲ピットできたばっかり。多分でことを進める。多分そう。違ったら、まあまあまあ。で、あ、幽霊が出るのはそこじゃないよ。幽霊が出るのは今日の リハーサルスタジオ。幽霊出ないですか。今日のリハーサルスタジオの株を下げるのやめてください。今日のリハーサルスタジオ別に幽霊出なくて、でもそらさんがずっと体調悪そうにしてるっていう。そう、出ると思い込んでるっていう。あ、怖い怖いから、怖いとは言ってねえ。リハスタジオ入りたくない、控室から出たくないってずっと言って。あのスタジオ入ると体調悪くなるんだよ。ずっと言ってて、いかになんか出てるか、で幽霊が出るかって。俺がいつ怖いって言ったよ。言ってませんでした。なんか言ってないよ。気持ち悪く、怖いよ。怖いよとは言ってねえよ。怖いよ。はい、というわけで、はい、そんな感じです。
マジで。しあさっての土曜日28日なので、まあ暇な人は結構そのソラルマフマフのツーマンライブみたいな形でライブをするのも初めてだし、まあ満足してもらえる内容になってると思う。うん、結構いろいろやります。うん、で、あの曲もやります。みんなが楽しみ、みんなが楽しみにしているかもしれないあの曲もやるので。あの曲とは何ですか？それはもしかして今回が最初で最後になるかもしれないんですか？うまくいけば一生懸命やっていきたいですね。あの曲あんまりやりたくないな。いやいやいや、そんなことはない。曲はいい曲だね。この後練習ですから。はい、まあそんな感じです。なので、まあ楽しみにしてて、来る人は、チケット取った方は楽しみにしててください。で、まあ土曜日暇だよっていう人は来たら楽しめるんじゃないかなと思います。はいはい、そういう感じです。な感じです。というわけで今日の放送おしまいです。お疲れ様でした。待って待って待って、ええ、あとだせ、まだあと13分ぐらいありますよ。宣伝したよ。いや、それじゃ本当に焼肉を食べるためだけに放送を撮ったみたいな。すごい薄情なやつになるじゃないですか。じゃあやる？あと13分何話すか？僕らは13分をかけてやらなければならないことが一つありますよ。なんだっけ？ラジオ。ラジオ？すいません！はい。ラジオが、はい。あまりに忙しくて、はい。ラジオ収録がまだできてなくて。そうですね。明日収録なんです、明日。はい。明日収録をします。はい。で、明日収録して音源編集をして、音源編集ってなんか、なんていうの？ノイズとかカットして、で、ソラルさんが動画を作るんでしたっけ？そうだよ、俺が動画作るんだよ。ソラルさんが頑張って動画を作るんだけど、2月、3月、3月頭、2月、2月中、まあ、2月中間に合いたいけど、みたいな。予定では、うん、2月28日土曜日のライブ中に投稿します。うん、予定では。絶対間に合わない。で、絶対間に合わない。で、毎週土曜日の夕方6時から、毎週、あ、違う、毎週じゃない、隔週の、はい、だから第2週と4週の土曜日に毎週ラジオを投稿します。土曜日の18時。本当にそんなこと言っていいんですか？だって言わないとやんないじゃん。いや、ソラルさんは、いや、これ言うじゃないですか、はい、明日、あ、まあ、いや、ちょっと予言します。明日ソラルさんがラジオ収録の時間に間に合わないに1票。どういうこと？え、だって、え、どういうこと？あ、寝てるからってこと？前、ソラルさんとラジオ収録の時間、お前な、俺7時、朝の7時に起きてるよ、ちゃんと。やろうって言ってた時間に、ラジオ始まりますよ、そろそろラジオ収録始まりますよって言ってたら返事が返ってこないんですよ。で、その時間ジャストに風呂なう。待って、でもそれもともとなんかお前が遅れたとかじゃなかったっけ？遅れてない、遅れて、僕ずっとその前からずっと待機してて、よし、これで綺麗に撮れるなとか。あ、そうかそうか、その後にお前が予定あってみたいな感じだったね。そう、予定あるから早く。まあいいじゃん。その後に頑張って撮ったのに、お前がこれやっぱりやめましょうって言ってボツにして、しかもその後また撮り直したのに、これもやっぱり面白くないですって言って、お前がなぜボツになったと思います？なぜボツになったか。え、あれはあれで面白いよ。ソラルさんがはいとうんしか言わない。そんなことないって。僕がひたすら喋って、ソラルさんが間にはいはい。でもさ、もともとお前仕切りのはずだったのにさ、全然意外と仕切ってなかったよね。まあなんか全然下ってたよね、そこはね。それで仕方なく俺もなんかちょっと進めるみたいな感じになってたじゃん。キャベツうまいな。ニンニクうめえな。やっぱりニンニクってうまい。キャベツ、ニンニクって美味しくないですよ。は？ふざけてんのお前。ニンニクって食べると熱出ません。は？ふざけてんのお前。この放送見てる人みんなニンニク好きだぞ。やばい。本当ですか？ねえ、ニンニクはあんまダメやから。野菜スティックの方が美味しい。何
何？キャベツだっけお前食べてんの？うん、キャベツじゃないです。キャベツって言ってたじゃん。キャベツと比べないでください。キャベツは確かにちょっとあれかもしれないから。キャベツだってニンニクよりキャベツの方がうまいんだろお前は。じゃあ僕ステーキで。いやいや、あ、間違えた。いやお前キャベツって言ってたろ。僕はじゃああれ何お前キャベツじゃキャベツじゃニンニクに勝てないくせにニンニクのことディスってたの。野菜ステーキ 74% 野菜75%。そうだよ、75%？ いや、なんでもない。なんすかなんすか、うん、野菜スティックは？野菜スティック、うん、知らねえ。え、打つのめんどくさい。え、なんですかなんですか、何があったんですか？何もないよ。え、すごい速さで消した。え、ほんと？ほんと？え、見てなかった、見てなかった。78% だったね。やっ、来ました。やっぱ世の中の野菜スティックですよ。そんなことはないだろ。まあ野菜スティックは確かにうまい。ていうか、キャベツも確かにうまい。うん。でも、ニンニクもうまい。うんうん。ニンニクを食べると、なんかニンニクが、その、お料理に使うと良い香りがするっていうのもなんかわかるんですけど、食べてると体が熱くなってきて熱が出て寝込む。お前さ、はい、体育の授業出ても熱出して寝込むんでしょ？それ今言っていい話じゃないんですか？体育の授業に出ただけで熱出して寝込んでたんでしょお前。それさっき話してた話で今言っていいことではないんですけど。じゃあ別にニンニクのせいじゃなくてお前が弱いだけじゃん。なんでお前の体の弱さをニンニクのせいにするんだ。ニンニクがかわいそうだろ。野菜おいしい。お前が虚弱体質なだけだろ。おい、野菜おいしいな。何ニンニクのせいにしてんだよ。ニンニクに謝れ。野菜おいしい。ちょっとみんな協力して。というわけで、じゃあ今日の放送はここまでです。いやー、 あとなんかありますか？あと話すこと。ほら、みんな誰もニンニクの話なんてしてない。みんなもう良いさの話しかしてないですよ。あのね、ニンニクの話はしてない。今良いさ打ってるやつ全員 NG ユーザーに入れるから。ちょっと待って、全員 NG ユーザーに入れる。さあまりにも残忍。それはさすがにひどい。それはさすがに俺はやる。俺はやるといけない。本当にやめてください。本当にやめてください。それはいや絶対にやる。いやダメです、許さない。いや、そうだね、全員 NG ユーザーに入れる。そう、僕ソラレさんがなんかほら良いさの勢い減ってきたぞ。まだ入れないとさ、ね、まだやってるやつは全員 NG に入れてる。はい、というわけでそんな感じです。あとなんか喋らなきゃいけないことあるっけ？もう一回ぐらい URL 貼っておきます。あ、 URL でも放送の説明文のところにあるから大丈夫。うん、一応さっき貼っただけ。あと何分ですか？あと6分か。なんか喋ることあるっけ？なんか喋ることないんですか？あ、ソラレさん表紙のニコソンメイト買いました。ありがとうございました。なんか Amazon ですごいランキング上がっててびっくりしたよ。ありがとう。恥ずかしいけど、ね、あ、なきゃ。マフマフさんのグラビアも載せましょう。やめてください。本当に。ああ、きつい。きついよ。グラビアってどういう意味？ん、知らない。水着。違うでしょ。だってさ、なんかさ、歌い手さんのグラビア写真みたいなの、なんか書いてあるじゃん。でも別にさ、天月とかさ、グラビア写真さ、水着じゃないじゃん。これから水着になるんじゃないですか？天月？うん。複雑。なんか顔見にくい天月の。次会った時どんな顔していいかちょっと。いや、僕も普通にもう関わらないですよ、水着。風評被害。風評被害絶対違う。グラビアっていうのは多分あれですよ、写真だと思います。グラビア意味って調べてみよう。
グラビアートは、もともとグラビア印刷と呼ばれている印刷の手法を表す言葉。はい。ああ、なんかすごくあれだな。要約すると？要約をすると、グラビアというのは、なんでだ？わかんないんだよ、よく。見てもわかんないんだ。そういうことってあるよね。うん。なんかそう呼ばれたからそう呼ばれてるみたいな、あれなのかな。サーモンは実はサーモンじゃないみたいなね。サーモンじゃないんですか？サーモンはサーモンじゃないんだよ。何をわけのわからないトラウトだったかな。トラウトっていう名前の魚だった気がする、確か。だからみんながサーモンだと思って食べてるサーモンは基本的にサーモンじゃなくてトラウトっていう魚で、それをサーモンとして食べられてて、ただそこの区切りがかなり曖昧で、なんかサーモンなのかサーモンじゃないのか、トラウトなのか何なのか調べてもよくわからないみたいな。ただサーモンじゃなくて似た魚みたい僕な。が今話してるソラルさんは？それさんソラはルさんじゃないかもしれない。サーモンもかしもしかれしないったてら。こと。サーモンかもしれない。でもさ、つ俺まりソラルさんは。寿司ネタみんなにどの魚が一番好きかっていう話をしたんだけど、サーモはンい。人気だったよ。なるほど。だからつ別まに、りソラルさんはサーモンである。確かにソラルさんも人気だし、サーモンも人気だし、つまりソラルさんはサーモンっていうのサーはモンなのかもしれない。証明になる。じゃあ、名前変えましょう。なんか僕が投稿してる動画なかったっけ？ソラヤさんとコラボで。マフマフかけるサーモンに変えてみる。でもさ、別にもともとサーモンなんだからさ、サーモンに変えなくてもいいよね。むしろ寿司ネタを寿司屋の寿司ネタをそれにする方が面白い。100円、200円、300円みたいな、回転寿司のあれで100円、マグロ縁そうです。側ソラル。マグロ縁側ソラル。大トロソラル。大ソラトル一貫握りとか。ロ、大トロと並びたい。ソラルの炙りとかね。うわー、やだな、なんか。はい、そんな感じでーす。じ結ゃあ、局、サーボの話しかしてない。ちゃんとライブの告知したよ。あ、そうか。はい。あ、この後、なんかあるんですか？僕、レコーディングですよ。お酒飲んじゃった。うわ。どうしよ 俺は歌詞書こうかな。う。あ、忙しいよ。2月って28日までしかないんですよ。お前ってアルバムいつ出すの？アルバムの話は、3月1日告知です。あ、そうなんだ。だから、まだですね。あ、いつです、出すか。でも、じゃあ、まだ、こう、告知されてな多いん分、だ。超会議で出すよと言ってまあ、す。じゃあ、4月29？25です。25 か。あ、言っちゃったじゃん。4月20。まあでもとりあえず言っ3てたん月で1し日ょ。に。あれ？俺もじゃあ、一緒に超会議で売り子やってあげるよ。ちゃんと働いてくださいよ。金次第だよ、金次第。ひどすぎる。めっちゃ高い焼肉でもいいよ。どうですか？牛角とか。牛角最近行ったね。牛角一緒に行きましたね。別に牛角でもうまいけどな。牛角。やだよ、3500円くらいするじゃん、牛角やるすよ。3500円なんて。お前が牛3500角っ円つっあったたの。ら、はい、というわけでお疲3500円。れ様でした。ライブよろしくお願いします。28はい、お疲れ日。様です。来る人はよろしくお願いします。チケットまだあるようなので、チケットは、ホームページの方で。というわけでお疲れ様でした。おやすみなはい、おやすみなさい。さい。バイバーイ。さらば。はい。